東京都知事選に立候補しております,田上俊夫です私は、都政の目標は、都民が安全に、そして豊かに暮らせる東京を作ることだというふうに思っております。しかしか ここ十数年の東京の歴史を見れば、東京の治安はより悪化し、また都民の暮らしもどんどん厳しいものになっているというのが現実であると思います。私はこれを改善するために、次の5つの公約を掲げて都知事選に臨む覚悟であります。1つは、災害に強い東京の街を作りたいというふうに思います。今年1月、能登半島地震がありました。 今半年を過ぎまして、今なお能登は復旧の見込みが不十分であります、しかし、能登半島の地震後3か月後、台湾の河川で地震が起きました、しかし台湾の復興は能登半島よりも早いという状況にあります。どうしてこの能登半島と台湾の差が出るのか、それは災害が起きたときに、どれだけ準備が整っているかということだと思います。台湾では 地震が起きたときの水、食料、それから毛布、テント、非常用発電機、こういったものがワンパッケージで各地に準備されていて、災害が起きたときにこれらを振り回して使うという状況になっているので、まあ、非常に災害復旧が早いと、災害2日後にはもうテントが並んでいるという状況で、私はこれにびっくりしたわけであります。東京もそういうういい状況ににすすべきだというふうに思っております2つ目は 日本人としての自信と誇りを持たせる教育を実施していかなければならないというふうに思っております。そのために、これまで戦後、日本は悪い国だった、旧日本軍は侵略をした悪いことをしたというようなことを中心に教えてきたわけでありますけれども、これは事実に反していると思います。したがって、教科書の選定をするにあたっても、どのような形で選定をされるのか。 誰が選ぶのかというようなことをです、ね、十分に検討して、えー、生徒がです、ね、この日本の国に自信と誇りを持つ、これを教育を実施していきたいというふうに思っております。で、一方で、この道徳教育を強化するべきだと思います。教育が知識の教育に偏りすぎて、そして人間を作るという教育が自投視されている感があるというふうに思います。 教育直後や就寝の教科書、こういったものは復活したらいいんじゃないかというふうに私は思っております。もちろん、国家は重要ですし、また、この占領憲法、いまだに修正されていませんけれども、ですねこれは私は占領憲法の無効宣言をしたらいいんじゃないかと。今の憲法96条の規定では、なかなか憲法改正することは難しい。したがって、教育直後が廃止されたと同じように、国会の決議で、これは過半数でできます。 現行憲法を無効として、新しい憲法を作るか、大日本帝国憲法の時代に戻るか、私はこれを選択すべきではないかというふうに思っております。3つ目は、都民税の減税です。東京都は他の県に比べれば、まだ財政的には余裕があります。こういった中で、えー、都民から税を少しずつ集めて、新しい事業をして、都民の生活を豊かにするというやり方は、私は基本的に間違っていると思います。 苦しいときには初めから税を取らないことです。特に若い世代に、この減税の効果が及ぶような減税について、私は考えて実行していきたいというふうに思っております。具体的な減税の仕方については、都庁に入ってから考えたいというふうに思っております。次に、都民の暮らしを守るためにですね。 過剰な外国人にに対するる優遇サービスこれを取りやめべきだといいううふうに私は思います、えー、まずは、ですねソーラーパネル、この新築住宅,住宅に義務付けるというものが、来年の4月から実行されるということでありますけれども、ソーラーパネルをつければ、住宅の値段は上がります、しかもその90%は中国で作っているということで、東京都民の生活を犠牲にしながら、中国に儲けさせると。 こういったことはやめるべきではないかというふうに思います。また、外国人に対する会社を起こしたときの無利子、無担保の1500名を供給するとかいうのもですね、日本人には供給されないわけですから、これはやりすぎだと私は思います。こういったことはやめていくというふうに私は思います。また、外国人に対する生活保護、これもやめたいというふうに思います。さらに、最後に、 AI が最近発達してますのでですね、AI によって都民の意見を収集、分析して、この AI による、都民の意見、これを行政に直接活用していきたいというふうに思います。都民が分からない間に、意見を言う間もない間に、いろんなことが決まっていくというのはまずいということで、この AI を活用した目安箱の設置、これを私は考えております。以上のようなことで、私は安全でより 豊かな東京都民の生活を実現したいというふうに思います。